伊藤正和は神奈川県横浜市出身の自転車ロードレース選手である。法政大学第2高校を経て2007年に鹿野体育大学に入学する。その年の U-23 全日本選手権において当時4年生でエースであった村上淳平のアシストをしつつ3位表彰台を獲得する。2008年にはツールド北海道で u -23 新人賞を獲得。さらに日本代表チームとして参加したツールド、インドネシアにおいて、第4ステージと第9ステージでステージ2賞を達成した。2011年、愛産工業レーシングチームに加入。2012年、ツールド新からにおいて、第1ステージでステージ1賞をした。2014年、ツールドランカウイ賞日に落ち車。 大腿骨転子部骨折により長期離脱を余儀なくされる。幸いにも手術は成功。ジャパンカップで復帰。2017年にポビーニファンティーニ2遺跡。ツアーオブジャパン第5ステージで落ち者、右大腿骨転子部骨折により先々離脱。10月のツアーオブチンハイレークでレース復帰。2019年、全日本選手権、ロードレースにおいて5位、入賞2020年。 日本 B にファンティーニのチーム解散に伴い、愛産工業レーシングチームに移籍。ありがとうございます。